はい、こんばんは、山陽と申します。まあ、ちょっとね、今日ね、緊急でこれ今動画を回してるんですけどね、今日はね、何をやっていこうかというとですね、ソーダマック食おうというね、超安直な企画と、企画ですらないですね、ほぼほぼ雑談動画だと思って見ていただいたらいいかなと思うんですけど、なんでこんなことになってるかというとですね、今しがたですね、ちょっとね、うちの、裏代表とね、電話をしておった時にですね、マックの話になりまして、マックでね、チキンタツタの話になったわけですね。今ちょうどチキンタツタの時期で、なんか新タツタとかね、出て、話題になってるしなーっていう話をして、ただそういうのをね、その話題性のあるものね、言ってないのはどうなんやみたいなところの話からですね、発展してきて、その中でですよ、裏代表の、シアさんは、このね、チキンタツタがマックの中で一番うまいメニューやと。これを食べずにマックを語るなんてことは言語道断だというふうにですね、非常に力説をしておったわけでございますわ。で、まあ、うち別に動画でマックの回ね、その品評動画みたいなのってやったことはない気がしますけど、まあ一応ね、それぐらいね、言ってたんで、で、ほんと思いついたらですね、私、そういやチキンタツタ本当に食ったことねえやと。いうことなんですね。なので、やってみ、初めての〇〇シリーズね、エカちゃんとかでも述べてますし、ならね、初めてのチキンタツタやってみたらええんちゃうか。で、あ、そうや、ちょうどね、夕飯もね、まだね、食べてないし、いいんちゃうかなと思ってね、今買ってきたわけでございますね。なのでね、今日は初めてのチキンタツタやっていきたいと思います。マックで買ってきましたんでね、今電話切って、そのままマックに走って買ってきたんで、早速食べてね、レビューの方ね、やってみたいと思います。では、行ってみましょう。ライトの位置難しいね。まあ、とりあえずね、買ってきましょう。暑い、あったかいうちにね、まあ、買ってきたてなんですね。早速買っていきましょう。ということでね、買ってきたのが、ほうほうほう。あれか、ビッグマックみたいに紙の入れ物なんですね。で、こちらですね、じゃじゃーん。これは、これが、通常のチキンタツタの方がね、今、ウルトラマン仕様になってるんですよね。こんな感じでチキンタツタと、もう一つね、今、新しいやつ、新タツタ、っていうのが出てるってことで、これ両方ね、買ってきました。で、この両方食べて、ついでにね、ハンバーガーもね、2個ね、買って、まあ、これで調整してね。で、一応セットな、にしましょう、今日は。ポテト食べながら、スプライトなんですけどね、スプライトで。セットにしてね、マックセットにして、ポテトは L サイズにしたっけ？ L サイズでね。まあ、これで、夕飯にちょうどいいやろというわけでございますね。まあ、晩酌で、お酒も入れながらね、やっていきたいなと思ってますんでね、よろしくお願いいたしますよと。まあ、撮影がね、ちょうど連休にね、入ってきたところなんでね、ちょうどいいやということでね、いいですね、こんな感じで。ああ、ポテトね、声と置きながら、いいですね。じゃあね、早速ね、食べていきましょうか。まずは、じゃあ、どうしようかな。新タツタ、チキンタツタかって、一応ね、聞いたら、先にね、チキンタツタ食っといた方がいいよってことですね。っていう、助言をいただきましたね。じゃあね、チキンタツタからいただいてみようかなと思います。そう、私ね、普段ね、まあ、マック自体に行く量がそんなにね、少ない、ところなんですけど、そんな中でもですね、あれですよね、季節限定もの、期間限定も、グラコロとかも結局行ったことないですしね、結局なんか普段ダブルチーズバーガーだったりとか、あの辺りに落ち着いちゃうんですよね、っていうことで、そう、食ったことないんですけど、あ、こんなふわっとしてんだよね、でっかいね、へえ、チキンタツタですね、バンズもふわふわなんですね、へえ、じゃあね、早速いただいてみようと思います。どうぞ。めっちゃ濃いですね。あ、なるほどな。普通のマックとはだいぶ違うんですね。とか、普段あるや、ね、チキンフィレオとかでしたっけ？あんなタイプもだいぶ違うんですね。こういう感じなんや。あ、なるほど。バンスも違うし、なるほどな。へえ。あ、ちなみに、スプライトの下にはね、理由がありましてですね。スプライトにね、あれ、どこ行った？
いかにか、今パソコンに当たっちゃって止まってましたね。どっか取れてるかな。そう、スプライトね、セットで、スプライト、飲み物スプライト入れたんですけど、なんでスプライトかっていうとね、うちね、このスプライトにね、ウイスキーね、まあ簡単に、いや、ね、いつもの日課ですけど、こいつをね、入れたるとね、よいしょ。ちょうどいい、やつになるんですよね。ハイボールでもないし、スプライトだからなんだよね。スプライトボールとでも言いましょうかね。これ結構ね、意外と合うんですよね。で、これとポテトの中行きながらね。はい、こんな感じで今日はね、食レポと言いながらね、まあレビュー、まあマックの思い出的なものとかね、語りながらね、レビューでもやっていけたらなと思ってますよ。せっかく撮るんでね、それなりに、尺使いたいなと思ってますしね。チキンタツタこんな感じで、あ、バンズ、あ、下なんだ。へえ、下の方にソースがかかってんだね。面白い構造ですね。で、レタスも。あ、レタスじゃないな。これキャベツか。なるほどね。鶏肉だからもっと、なんか食べにくいのかなと思ったけど、そうでもないですね。結構食べやすいですね。確かにマックの中一番マックっぽくないかもしれないですね。へえ。こういう感じなんだ。マックって、チキンって言うと何？チキチーでしたっけ？ 200 円のやつとかありますけど。あっちは食ったことあるんですけど、なんだ。まあ、こんな感じかなという感じがあったんで。あんまチキン系とかね、基本ビーフパティがやっぱ好きなんで、あっちに行きがちやったんですけど、なるほどな。これはこういう選択肢ありかもですね。なるほどな。いや、紙の入れ物ですけど、そこまであれですね。ビッグマックとかだと結構ソースがわーっと垂れたりしてね、大変、食べるの大変だったりしますけど。まあ、そういうのもなく食べれるんで、これいいですね。へえ。美味しかったですね。いただき、ごちそうさまでした。まだまだ食べるんですけどね。で、どうしよう。こんな味が残ってるうちに新竜田行った方がいいかな。じゃあ新竜田も行ってみましょうか。